してきたら火を止めます。酢を大さじ2杯、2杯半入れます。かき混ぜます。ボソボソとこのようになってきます。バター 30g を湯煎して溶かしておきます。ベイクドチーズケーキを作ります。材料です。先ほど作った豆乳のクリームチーズ、バター 30g、 豆乳ヨーグルト 1/2 カップ、米粉大さじ3杯、黒砂糖の粉が 80g です。少々塊があってもそれも美味しいので、軽く潰しながら最後に味の決め手、塩を表面にかけます。Thank you.